はい、というわけで今日も元気に白黒チャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、白黒チャンネルチューニーです。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ポコロンダンジョンズこちらを実況していきたいと思います。先日ですね、ポコロンダンジョンズのこちらのガチャ動画を上げたんですけれども、こちらはですね、開発端末をお借りしたガチャの速報だったので、自分の端末でもね、ちょっとこちらのストリートファイター5コラボを引こうと思ってシャシャッと仕入れてまいりました。ということで、コラボキャラがいると結構こちらのダンジョンがかなり有利になるので、頑張ってちょっとやっていきたいなと思います。やっぱクエストがねすごい楽になるので、ちょっとガチャでこのキャラをゲットできればいいなと思ってます。ということで行きましょう、戦いの先へ。いいクンフーだわ、いいクンフーだわ。そして来いよ、熱くさせてやるぜ。来いよ、熱くさせてやるぜ。これも悟りへの道。はい、ミカちゃん、おっしゃ行くぞ。これね、このね、ミカちゃんのねスキルがめっちゃ可愛いんですよね。油断はしない、キャミちゃんめっちゃかっこいい。油断はしない、戦いの先。はい、ということでやっていこうと思います。提供割合は 3% ですね。そんなに悪くない、そんなに悪くないぞ。今回剣も強かったんで、まあ、とりあえずこの龍かチェンリーか剣が出たら結構嬉しいっていう感じです。よし、雨来ましたね。雨来ましたよ。行きますよ。よいしょ。赤かい。ああ、やばいな。これ来ないかもしれないな。はい。あ、誰しも来ましたね。はいはい。ありがとう。赤はね、確か、貴族性は、お、ミカちゃんも来ましたね。貴族性は、ベガに効くので、いいと思います。お、キャビちゃんも来た。いいね。めっちゃコラボ来てますね。知らんぞー、誰ない。オリビエちゃんありがとう。 1.3倍、 1.5 倍になる。 1.5 倍キャラとかも結構いいですからね。なんかいいですよね、幸先。じゃあ引きます。 OK、 いきますよ。あー、やばいなー、引かんないもんね。銀出ちゃってもね、めっちゃ銀率よこの。はい、やばいやばい、はい、やばい。 OK、 まあしょうがないですね。行きましょう。30回目かな。あ、行きましたね。お願いします。ちょっと1匹体ぐらい欲しいなー。あー、虹来た。 OK、 虹来た。あー、チュンリー来ましたね。やった、極限進化する。見せてあげる、私のクフ見せてあげる。しかもこの攻撃範囲すべての水をポコロに潜化させるのは結構ね、動き出しとかが水ポコロになるので結構使いやすいんですよね。めっちゃ嬉しいな、これは。よかった。やったな。これやったな。やった。チュンリー。いいクンフーだわ。さあ、行くわよ。百列客。百列客。いいですね。いいですね。まあ行きましょう、どうせコラボなんで。あと棒10連。あー、やばいな、これからそう。よいしょ。あー、ダメかな。いじれないかな。剣も欲しかったですけどね。まあいいです、チュンに出たんで、今回はいいです、大勝利です。キャビちゃん、キャビちゃんめっちゃ出てますね。はい、ということで、今回のストリートファイター5コラボだったんですけれども、40連で、チュンリー1体ゲットしました。虹はね、2回出ましたね。はい。で、結構ね、コラボキャラ出たので、まあ、運気もだいぶ上がるんじゃないかなと思いますが、で、こちらのベガもですね、貴族性で、私、貴族性の運気が高い子は結構いっぱいいるので、ちょっとベガもね、今回、まだね、星6キャラの運気25はできてないので、頑張って集めていきたいなと思います。ということで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。皆さんはね、ポコロンダンジョンズガチャ引きましたでしょうか？どんなんだったよとかあれば、ぜひぜひコメント欄いただけると嬉しいなと思います。はい、ツイッターやってます。アットシロクオチャンネルでやってます。ぜひぜひツイッターのフォローお願いします。YouTube チャンネル登録は下の赤いボタンから登録いただきますと、動画の更新通知が届きますので、そちらもぜひぜひよろしくお願いします。ではラスト、じゃんけんいきます。せーの、シロクロジャッケ最初はにゃん。じゃんけんぽい、パーです。なので、チョキの人、明日行くとあるかもよ。今日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。